6番ホールパー4、260ヤード。こちらも、ど真っすぐ。こんな感じのホールになってますね。さて、さあ、第6話、始まりました。さあ、こちらもね、260ヤードと、ちょっと短いホールですけども、かまちゃん、はい。狙うね、まだ。狙うね。さっき打ちます、ね。なんか狙ってばっかの。え、今日はそういう競技じゃないんですか？そういう競技です。伸ばし合い。ちなみに、今、6位。6位。はい。7。6、6、6、6。5。エブリワンゴルフ。まあでも最終組で5番なんで、5番で5。そうやね。最終組なんで。そうね、そうだから今追ってけば全部バーディーペースなの。イーグル欲しいね。やっぱ一番のイーグルが大きいね。うん、ね、うん、ゆいちゃんのねイーグルが。さっき。おい、またか。てか応募しません？え？じゃあ3番ウッドで。本当に応援。逆光がマジ見えんな。あ、これもバンカーマス。面白い。はい、セーフ。だからもう、レイアップ。さあ、3度目の正直。この辺にすればいいですよね、じゃあ。そう。スリークォーター。スリークォーターローテ。上げ、上げ、前上げ。結構やばい、プロになってた。打つよりは、うん、よくない。これは可能性大。あ、乗った。超えたかも。グリーンにはキャッチした。あ、ねえな、なんでそんな曲がらんのやろうな。なんやろ、根本的に。リズムかな、根本的に、うん、メンタルじゃないですか。そうか、どうする。さ、皆さん、僕に催眠術師を紹介してください。あなたは全国から来ちゃいますよ、そんな。そう、あなたはなんとか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 って言って、もう催眠をかけてください。で、そしたら現場で見るその景色が練習場にしか見えなくなるっていう催眠術。それを、そう、周りがネットに見えてくるっていう催眠術をかけれる方、キューボです。マジで悩んでます。それ、メガネにネット変えといたらいいんじゃないですか。なるほど。めちゃめちゃ網目細かくなって見えなくなってくるよ。おい、また俺のピックアップやばくなってくるよ、本当に。それを出した方がいいよ。やばいって。それを喜んでる人がいるんだもん。面白いじゃん。それ最後まで持ってこ。本当にどこっすか僕の。あ、結構行ってた。ちょ、選んで選んで選んで。どう、アプローチ。ちょっと奥かな。アプローチするなら選んだ方がいいよ。奥、佐藤厚、ここにありました。あ、悪くない悪くないよ。おろおろ、じゃあ行きますか。いいの、行きました。あんま良くなかった。バンカーがで、ゆうちゃんが僕に、ああ、で、僕のもカーブってできるんで、なし。で、これっすね。勝った。やった。おい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 、それはないぞ、かまちゃん、それはない。だから確率論っすよ。確率論。いやいや、違う違う、僕が
あと2、はい、3その失敗するかの確率論からいくと、光は差してるんですよね。あ、その光って、はい、いつ消えるか分かんないですよすごいすごい風前の灯火ですよ、その明かり。いや、ここから多分マジでこれゆいちゃん多分寄せてくれるって。いや、まあまあ難しいよ、このロケーション。難しい、やめる。いや、もう拾ってたんだよ。いや、もうこれはもう責任持って、まず分かりました。はい、佐藤さん何ヤード次は一番クッション1、何ヤード。落ちれば最高ですね。おー、うまい。あ、めっちゃ止まった。あー、止まったね。結構あの手前がモサモサなのかな。だからね、キャリーで止まった ね。もうちょだから。ね、さあ、ゆいちゃん、50?立てる子、中道優衣のアプローチお願いします。うまい。うまいね。いいね。うまいよ。さあ、サークル打法。元祖サークル打法。奥か。でもさ、かもちゃん、ちょっとタッチ感くなったことない、これ。うん、タッチ感くなった前。優しくない？そう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 、前のね、あの関ヶ原とかに比べると。サークルっぽくない？そうそう。ヘッドがさ、前出るよ。でしょう。うん。ちょっとね。ちょっと上手くなった。でしょう。サークル打法のおかげよ。よかったっす。こうやってね、そうそうそう、そのヘッドを自分に向けるっていう、ね。そう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 。さあ、佐藤。一ついいですか。はい。これ僕のボールですね。え？これ僕のボールですね。さっきどっかで拾ってポケットに入ってたんですよ。これロストじゃなくて僕のボールです。あ、本当ですか。いや、ないなと思ったんですよね。拾ったっすよ、僕一個。え？で、拾ったらさっき言ったじゃないですか。それ拾ったら僕のボール。ピックしただけですよね。はい。ピックしたやつを僕がボールを扱って。でもね、拾ったら全部僕の。ということで、でしょ。ということで僕のボールがなくなったってことで、借りてていいですか。やりすぎ。ないなと思ったんですよね。甘いよ。僕を甘く見とる。本当にもらうから僕。さあ、線引いてないけど。ゆうちゃん入るやろこれ。はい。はい。いや、でもちょっと。チョイスラだね、これボール1個、うん、目つぶっても入るね、釣ろうか。さあ、バーディーパット。うるさい。さあ、中道切りました。中道切りました。さあ、ボール1個やろ。ほら、やめて、ちょっとやめて、やめて、やめて、ちょっとやめて。ほら、目つぶったら入らんじゃないですか。普通にゲームは弱かったけど。え、これマジ、旗抜いた方がマジでいい、絶対。マジで。でも、思ったより切れるね。切れる。切れるね。ちょっと外しときます。外していい。全然、あの、左カップいっぱいでいいと思ったら、もう全然ダメだった。もっと。うん。ほんと、ボール1個見てよかった。ボール1個。
か。いいね、いいよいいよ、ありがとうございます、はい。はい、ということで、第6話終わりました。ナイスバーディー、佐藤アツボールを選んでのナイスバーディー、第6話ありがとうございました。ということで、また明日も見てね。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。また見てね、見てね見てね。